と思った。最初さ、うん、ママ友がさ、うん、なんかこれ出ようと思うんだけど、ここまで来ると本能がなくなってるから、うん、へえ、そうなんだ。よし、はい、というわけで今日は通常版の沖縄タクシーです、私のママ友をお迎えしたいと思います。じゃあちょっとお迎えに行きますね。じゃあ行こう。もうね、待ち合わせ場所に着いているそうなので行きたいと思います。どこにいるかな、どこにいるかな、いたすごいのよこのママは。イエイエーイ、ようこそ。そう、なんか私のママ友であり、はい、ベストボディジャパンのね、選手としても大活躍する長山さやかさんです。はい、よろしくお願いします。パチパチ。今日はどちらまで？あ、今日は、ちょっともう大会近くて、いろいろ仕上げたいので、最終調整でジムに行きたいので、お茶の水のジムまで連れてってください。わかりました。この乗るの初めてだ。あ、本当？うん、そう？この前ほら、うちの娘は乗せてもらったけど、なんかお互いディズニー連れてって、なんかいろんなとこ連れてってもらったり、お寺も行ったしね。ほんとね、千葉のね、寺修行ね。そう、そう、娘たちをさ、千葉のね、あるお寺に修行に3泊ぐらい行った？3泊、もう延長延長で、うちの子たちは大好きだから、なぜかも、うん、でもあれよね、ガチだよね、内容は。お母さんもすごい早くに起きて、掃除から始まって、一休さん的なさ、そうそうそう、床掃除したり、なんか履いたりしてから朝食を、うん、そう、おかゆ食べてね、そう、いただくんだよね、うん、で、なんかまずね、たくあんでね、たくあんでちゃんとこうして食べるっていう、で、写経が始まり、うん、始まり座禅が始まり仏教も始まりみたいなね。よく行くよね、嫌がらないんだよね。そうなのよ、お住職様のことが大好きでさ、うん、いただきます。ありがとう。最近トレーニングは、はい、でも週1なのよ今、週1トレーニング、鬼トレ、週1ピラティスって今言ってて、もう4ヶ月ぐらいは経つ、そう、いろんなこと私聞きたくって今日は、ベストボディジャパンの大会に出始めたのってどれくらい前だっけ？去年の夏、去年の8月が1年ちょっとしか経ってないんで、そうそう、すごいよね、数々の賞を今年は頑張った ね、すごいね、ちょっとね、この辺にもう受賞したもうねえ、どう思った最初さ、ママ友がさ、なんかこれ出ようと思うんだけどいや、初めびっくりしたけど、なんか感動しちゃったの私、そこに向かう気持ちとか、その夢に向かってすごい努力してる姿を感じたりすると、なんか本当に嬉しくなっちゃって、すごい応援してくれたよね。応援してるわよ、今でも。もう少し前に、この間入院事件があったじゃない。なんかね、急に言葉が喋れなくなっちゃって、なんかそうこうしてるうちに右側が使えなくなっちゃってちょっと体調悪かったのかなと思ったんだけど、結局その一過性の脳虚血症っていうので、すごいね、早く見つかったから、すぐ治った。でもその1ヶ月も経たないうちに退院してから山形の大会に出て見事グランプリ受賞してそうなの、ちょっと信じられない。主治医の先生にも退院するときに2週間後の大会は出ていいですかねみたいに聞いたらなんか歯みたいになってやっぱ舞台元気な姿で立てるっていうのは当たり前じゃないし、なんかありがたいなと思って、多分そういう気持ちが山形には出てたんだと思う。さやかさんはね、バイタリティに溢れてるしポジティブですよね。私はなんかそんな元気な生き方とか
思想にいつもやっぱ元気もらってるし、でそれでもって3人の子育てもしてさ、3人って想像がつかないわけよ。1週間の夕飯を冷凍してんの、作って、うん、作り置きして、そうしないと1日が回らないの。なんか自分がさ、こんなにとボディメイクとか言ってるくせにさ、おじちゃんとしてないとね、それもおかしな話だから、本当の家族の食事だけはと思って、素晴らしいのよ、本当にインスタもね、ぜひ皆さんチェックして、本当にすごいのよ、ね、食事どうしてるの？私の場合は、もう帰ってバタバタ作り始める、ちゃちゃって作ったり、帰りにスーパー寄って買って、だからすごく慌ただしいんだけど、その1週間のおかず作り置きのね、この間インスタ見て、なるほどって思ったの。そういうことができれば、もうギリギリまで自分の時間をさ、使えるなと思ってさ。最近さ、低温調理器を買ったのね。それがめちゃめちゃ優秀で、袋状なの。食材を入れて、チャック閉めて、温度設定して、で時間設定してピーってやると、水も鍋もいらないの。チェックしてみます。例えばどんなメニューがあるの？なんか、だいたい12品ぐらい作ってるの、いつも。で、6、7品をお肉とか、なんかこうメインのものを作ってて、ひじきの五目煮とか、大豆、切り干し大根、レンコンのきんぴらとか言ってると、ほら娘からさ、なんか茶色いって。そこら辺結構作りやすくって、栄養的にもいいし、冷凍しやすいし、あとね、唐揚げとか作っても、意外とそのまま冷凍してもいける。うちは今日何食べたいとかいうのもあんまり聞かずに、もう一週間前に決まっちゃってるから、原料末期、ここまで来ると、いろんな煩悩がなくなるのね、もう。最初の方はさ、なんかこう、美味しそうなもの見るとさ、これなら、朝一なら大丈夫かなとか、昼夜調整すれば食べてもいいかなとか、今もうここまで来ると、煩悩がなくなってるから、なんかさ、美味しそうなもの見ても、そうなんだ。でもさ、これもさ、もう大会終わったらもう瞬間に煩悩がスッと戻ってきちゃうの。それほど目的があって生活してるともうそういう状態になるってことじゃん。そうよ。ね、だから4月から11月まではベストボディジャパンの選手として、12月から3月まではお味噌教室やってるんだよね。手作りお味噌の。実は調理師免許持ってるの。そうなの？そうなの。お味噌作りって結構みんな難しいと思ってるんだけど、実はものすごく簡単で、ほぼほぼ失敗しないし、でも絶対美味しいし、美味しかったですよ、いただいた味噌。白味噌ね。さやか味噌。お味噌作りの時期は、本当に毎日作ってる時もあるし、毎日だから大豆は茹でてる。じゃあ普段何、そういうトレーニング、食事の他に美容系とかさ、意識しながら生活してるってことでしょ、今。そう、今ニーニー使ってる。ありがとうございます。そう、日本大会までの30日いた。めちゃめちゃ調子いいよ。そうなの、あれ使い続けると、あれなんかちょっと変わってきたっていうのが、わかるのが多分大体10日過ぎとか2週間ぐらいから、1日使って、全然違うみたいな感じではなくて、使い続けていくと良さがだんだん出てくるよね。艶が出てくるのね。10日目にちょうど全然違う人3人に、なんかめちゃめちゃ肌綺麗ですねって言われて、友達が、あの美容液使ってるんでしょ、それじゃないとか言われて、そうだ、最近変えたことと言って、また私の最高の舞台に向けて最高の状態。はい、到着。ありがとうございます。じゃあ今日もねガシガシトレーニングしていただいて、日本大会でちょっとね楽しみにしてますので、頑張ってきます。ありがとうございます。さやかさんでした。じゃあね、ランチ行ってきます。